こんばんは。うん、ごめん。暗かった、今。ただいま。こんばんは。中村舞です。やっほーん。こんばんは。帰り、ただいま。ありがとう、ギフト。ハート、かわいい。お疲れ。明日楽しみにしてますね。頑張ります。おハートありがとうございます。アフタートーク、あ、そうなんですよ。明日はね、アフタートークもありますのでね、夜なんですけど。アヒルもありがとう。ハートも。ラインライブ、そうなの。FNS 歌謡祭はその生バンドで、そうなんですよ。乾杯、ハートありがとう。ふーん、ちょっと緊張します。緊張します。本当にありがとうございます。声響く？あー、ファイト、ハート、ユキありがとう。久々の音楽番組、え、そうなんかな。もうなんかね、なんか前回のことを考えるとね、涙が出てきそうになるけんね、考えんようにしとる。なんでこの時間？え、今日はあの割と早い時間に終わって、お仕事がで。なんか、ね、眠たくなっちゃって、めっちゃ寝てたんですよ。で起きて、もうあのやることないな、配信しようっていうことで、そうなんです。あ、でも寝起きじゃないですよ、ちゃんとメイクしました。ちょっと寝た。何分寝たんだろう。2時間ぐらい。ご飯食べた？夜ご飯？まだ。なんかさ、昼ご飯食べてめっちゃお腹いっぱいになったんよ。ね。そんでね、そっからお腹が全然すかんくて、まあ食べてない。おきちゃんと食べに行きました。うん、公園、そう、公園出ます。そうなんですよ。え、発表されてたよね。1月1日の昼夜公演があるんですけど、夜公演の方に出演させていただきます。1月1日の夜ってか、まあ、夕方ぐらい開演なんですけど、はい。で1月8日に、おきちゃんとあとサーヤンの生誕祭が2公演あるんですけど、そちらにも出演させていただきます。そちらはどちらも2公演とも出
演させていただきますので、お待ちしております。キンさんありがとう。四国公演も楽しみ。 15? ね、四国、勝手に四国観光大使だけの公演です。初見さんありがとう。中村舞です。確かに四国も久々かも。もう公演自体がさ、そんなに多くないので、うん、お正月実家に、いや帰るつもりでいいよ。だからお正月っていつまでがお正月なんですか。1月、私のあれでは1月7か8ぐらいまでお正月の気分なんですけど、お正月っていつまでがお正月なんだろう。みかん、もうどうやね、少ない、三が日少ない。成人の日、成人の日っていつやっけ、分からん。2週目ぐらいだったよね。4から仕事、5から仕事、もうみんな予定が決まってるのね。え、仕事始め4の人多い。15日か、成人の日。成人式、成人式はもう結構前に終わりました。で、成人式ね、愛媛でも出たからね、2回出てるんだよね。2回成人しました。ギュンギュン。2回した。東京でもしたから、神田明神。仕事納め何日？納めません。仕事納めいつなんじゃろうね、私も分からんのよ。皆さん仕事納めましたか？まだか、納めます？大掃除？いや絶対無理や。なんかさ、掃除の業者に頼みたい。もう掃除できんけん。掃除の業者の人に頼みたい。28まで、だからさ、31まででしょ。29、30、31、1、2、3、6連休ぐらいみんなあったりするのかな。出勤さんありがとうございます。中村舞です。愛媛県出身で、うわすごい、僕掃除業者です、掃除は好きですって。掃除好きな人がいっぱい出てきたかもしれない。掃除業者の人も出てきたかもしれない。嘘、マジ
なんか一人で掃除できん、誰かと掃除せんと無理。掃除業者の方がいらっしゃいます。頼んでってことですかね。ソラハに弟子入り。いやね、ソラハはね、断捨離が上手なんですよね。なんかさ、断捨離するよりも部屋が欲しい。めーん、部屋が欲しいよ。部屋があったら収納できるから、収納できるスペースが欲しい。あのね、なんかこう、こう何ですか、生ゴミ的な汚さじゃないんですよ、家が。別にそのなんかもうすごいちょっとじゃなくて、物が多いちょっと感じなんですよね。でだから部屋が欲しい。服が散らかって、もうなんか服がね入りきらん。なんか冬服、しかも暑いじゃんか、分厚いじゃん、服がもう入りきってない。でもね、断捨離しようと思ってね、服を一個一個まじまじ見るんだけどね、いやこれもいるね、あこれもいるね、これもいるねとか思いよったら一個も捨てれんのよ。本当にこれもまだ着るね。ください。いやでも本当に多分誰かにあげた方がいいよね、それは思います。とても思います。でも多分なんか部屋のもの多すぎてどれか一個取られても何もわからんと思う。困っちゃう。鼻声って言われてそうなんや、詰まったんや、なんか。ああ。ください。いや、なんかもう、くださいって人がいっぱい。ミニマリストになりたい。いた。バキバキなんだけど、肩回そう。ワンシーズンに一回も着なかったものは一生着ない。それがね、私割と着るときあるんよ。なんかさ、次のシーズンまで寝かせる熟成タイプの服。割とあるよ。あるんよ、これが。ボールありがとう。いつもありがとう。あ、なんか、これ思いついたのはなんでかっていうと、なんかあの服ってこう買って着た時にこうなんかそのシーズンに他にも買った人がいっぱいいて、被る時があるじゃないですか。それを避けるために熟成させることを思いついたんですよ。なんでなんか、あともったいないっていう癖がすっごいなんかあって、なんか着ない方がもったいないんですけど、なんかね、新しい服がまだ着てない服があるっていう状況がすごい好きで、なんか熟成させてしまう癖があるんですよね。
でもまあ着た方がいいよね。トレンドに一周遅れて乗るタイプ。そう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 。だって私最近ポケモン GO 始めたもん。まあ、ポケモン GO 始めてからというものの、もうめっちゃポケモン捕まえてますからね。私もう宮城でポケモン捕まえる気満々ですからね。あ、くもありがとうございます。3週ぐらい遅れてるらしい、ポケモン GO。 広島はもう本当に、なんか私の家の周りはもう本当に毎日同じポケモンが出てきてまたおるって、またおるわって思いながら、毎日毎日同じポケモンがいるんです。遅れすぎ？でもね、私ポケモン全然詳しくないんよ本当に詳しくなくて、だからなんかどうやってやるかも分かんなくて、ただひたすらポケモンをモンスターボールこうポンって投げて捕まえるっていう作業を永遠としてるんですよねポケモンって何して遊ぶん？どうやって遊ぶんかいね、あれ。なんか育てる、育てて戦わせるんかいね、よくわからん。楽しいよ、なんか収集癖あるからね。アニメとかは見てない、見たことはあるけど。ポケモン、なんかなんでポケモンをしようかって思ったかというと、なんか最近新キャラが出たっぽくて、なんかポケモンに、私も全然知らなかったんですけど、なんかホゲータっていうポケモンがいるんですけど、そのポケモンに一目惚れしたんですよ。私はなんだこの可愛い生き物はと思って、ホゲータって調べたら多分出てくると思うんですけど、でそのポケモンを捕まえたくてポケモン GO を始めてみたんですよ。あとまあコロナってのもあったんですけど、自分が。で、そしたら、最近ホゲータっていう、こう、ポケモンが追加されたみたいで、ポケモン GO には全然いないらしくて。そう、だから。そうです、なんか 3人、ニャオハニャオハ、ホゲータ、あともう一人なんか鳥みたいなやつ、かわいいホゲータ。クワ、何、クワス、クワス、なんかこうなんかリーゼントみたいな鳥。そう、だからホゲータ入り口、私ホゲータなんですよ。本当にもうこんなんですみませんって感じなんですけど、こんな初心者でそうで、ポケモン GO を入れてみました。ホゲータ、カバ、カバじゃないよ、あれはね、恐竜、恐竜じゃないか、なんていう、恐竜じゃなくて、ああいうのってなんていうんだっけ、ワニか、うん、なんていうん、あれワニなんか、火吹くの、はあ、進化後、進化後はちょっといかついですね、まあ、進化させません、進化しないでくださいちょっとなんかムキムキなんで、進化したら。チキンさんありがとうございます。なんか村前です。
でもなんかポケモンってあれですね、なんか私もポケモン GO に出てきたやつ進化させたんですよ、一人で。そしたらめっちゃイカつくなって、ポケモンって進化させるといかつくなるもんなんじゃない？なんか美女がいかつくなったなって思いながら。なんてやつ？ワンリキーみたいなやつ。あれ進化させたらね、すっごいもうこんな、いかつーってなった。ゴーリキーになったん、前びっくりしたね。初めて見て進化後えみたいな。もっと進化する。いやなんかすごいポケモンって、でもなんかそうポケモン GO を入れて知ったんですけど、めっちゃいるんですね種類、本当にめっちゃいて、もう1000ぐらいいるのかな、種類すごいいるから。うん、なかなか難しいですね。ありがとうございます。炎ありがとう。まあコレクターでもね、なんか私めっちゃポケモン GO でもうよく怒ってるんですよね。あのなんかボールなんか投げても何回も出てくるんですよ、もう本当に何回も何回も出てきて、なんか10回ぐらい出てきた時があって、めっちゃイライラしながら相当ボール投げて、おこになりながらやってるわ。何協力プレイって、なんかフレンドとかちょっといないんで、ちょっと誰かポケモン GO してる人って本当に思う。なんか周りにポケモン GO し始めたんだよねって言っても、今ーみたいな言われて終わるんですよ。本当にメンバーに言っても、今かよーみたいなんで、本当に誰もフレンドいなくて、もうなんか私一人でずっとポケモンただ捕まえるだけみたいな作業してて、本当にね、誰もね、そう、そうなのよ。ちょ遅かった、そうなのよ。遅かったわ。めっちゃ。ジムで戦ったりしてない。なんか一回やってみたらボロ負けしてちょっと逃げました。やり方わからん、やり方はねわからんけどね、説明書を読む気もないんですよ。なんかあんまりこう調べたりする気もなくって、なんかもうめんどくさくて、その説明書とか読んだりするの めんどくさいじゃないですか。なんかこうなんですか、調べたりするの。だからなんかやってるうちに分かるかなとか思ってやってるんですけど、全然分かりません。
タイプあるね。何タイプ？なんかそういうのね、もうしないタイプ。すぐやめそう。え、でもこれが聞いて意外と続いたんや。ゲームあんましない。でもゲーム機は持っとらんのんよね。ゲーム機あったら多分しとるんやけどね。ゲーム機あったらいいな。サンタさんゲーム機くれないかな。なんかお姉ちゃんと一緒にスイッチを買おうかっていうことになったんですけど、一回でもお姉ちゃんはスイッチの次の先のゲームを見据えてるらしくて、なんか私は次が出ると信じてるみたいな感じだったんですよ。スイッチ結構前に流行ったじゃないですか。でもなんかスイッチブームみたいなの来て、めっちゃみんなスイッチ持ってたじゃん。予定ない。そうなんすよ。そうなんす。お姉ちゃんと割り勘で買ったらねいいんだけどね。しばらく出ないの？お姉ちゃん多分マリオカート相当したい。相当したい人。スイッチって持ち運びもできるもんね。なあ。なんかさ、時代が進化してさ、どんどんなんかすごい 3D みたいななったりするじゃないですか。なんかちょっと立体的な映像になったりするじゃないですか。ゲームもすごい進化してさ、でもさ、なんか平面のゲームが好きなんだよね。なんかその平面のゲームをやってきたからこそ、平面のなんか最近のゲームがなかなか慣れなくて、メタバース、なんか最近メタバースめっちゃ聞く。なんなん、仮想空間ってなんやねん。なんかメタバースって言葉をよく聞く。なんかテレビとかでもだし、そうそう、自分もそう、この間なんかメタバースってやつやったんですよ。でもなかなか難しかったですね、あれは。すごいよね、仮想空間。楽しかった。でもあれ結構難かったくない？しさ、私は結構教えてもらってたんですよ。次はここに行きますとかさ、こうめっちゃ指示してもらってすごいもうやってたんですけど、みんなあれ難しかっただろうなと思って、あの空間メタバース。ありがとうございます。
話むずかった。いるのか分からなかった分かる。迷子になった。迷子の人いっぱいいたよ。もうめっちゃいた。すごいメタバース。ありがとう。カフェに行けなくてカフェに悲しい。あ、迷子、ずっと迷子だった人がいる。うん、そうよ。もうね、大変。私も分かんなかった。あれ教えてもらったからできたけど。もう面白かったです。なんか時代を感じました。とうとうこんなとこまで時代が来たのか。すごいな。ハイテクな世の中。まだまだ。リアルすぎると現実と区別つかなくなりそう。行き過ぎはね。仮想空間で結婚する人が出てくるかも。はあ。アバターに惚れて毎球実在しますよ。会いに来てください。現実世界でぜひとも会いに来てください。リアルで、もうすぐリアルお話があるじゃん。あるね。もう4年お目にかかれてない。え、待って、私って STU 入って何年なの何年なんだろう私って。STU 入って、STU3 月2010、あ、何年に入ったんだっけね、忘れちゃったよ。4年経ったんかね。で、最初の頃に会ったっきり会ってないみたいな人かな。今年4周年したやん。え、待って、もう5年目なの私って。そろそろ5年。ほんとや、だから STU が5周年やったもんね。まだ Q と話したことない。え、
話そうや。もうベテラン？ベテランじゃないよ。ベテランではないです。目が合ったことないじゃん。だって目合うよ、ほら。目合ったことないわ。ちょっとどういうことなん。握手したことある、嬉しい。コロナがね、流行る前はね、あのさ、ハイタッチ会とかもやってたよね。なんか風を待つあたりぐらいかな、ハイタッチ会とかあったんだよ。こうさ、メンバー16人ぐらい並んでさ、パン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 ってハイタッチするみたいな、一人一人ね。なかなか目合わせてくれんかったの。嘘、めっちゃ目見るで私。そうなん？その時あれじゃ、人見知りしとったんかいね。そんな時あったの？あった？やってたな。まいちゃん下向いとるイメージ。やばい、なんか私のイメージわー、ちょっとどういうことなん。ちょっと誰か回復させてください、あの私のイメージを。なんか私がすごい下向いてるイメージなの。マジか。もう笑ってる。すごい悪いイメージしかないみたいじゃん。本当にありがとうございます。キラキラありがとう。弾けてそうで弾けないタイプ。え、どういうこと？人見知りする人にはグイグイ いっちゃうかも。昔と性格変わった？え、変わったんじゃない？変わったでしょう。変わってないところもあるけど、変わったところもあると思います。だから性格っていうよりかは考え方とかかな。まあいろんなことが、いろんな出来事があると考え方も変わり、そうですね、まあ、変わらないところもあるけど、変わったところもあると思います。なんかでも変わったねって言われるの多い。考え方は変わるよ。でも多分みんなも変わってるよ。人は変わるよ。変化を恐れないで。キラーン。変わるのは悪いことではないですからね。もう悪い方向に変わることもあるけど、いい方向に変わることもあります。
キラーン。よく笑うようになっただっては大事よ。大事。まだ咳がなんかねちょいちょいでもねほぼ収まりかけ。なんか。来年はうさぎ年、私はなんとうさぎ年ってことはきっといい年になるって思ってます。うさぎ年なんです。そう、年女なんです。イエーイ。お、同じくうさぎ年の人もいる。大人になった。24歳になります。そうなんです、そうなんですよ。来年えとが2周した。そうや、12の倍数じゃもんね。同い年ですけど24には見えません。ねえ、なんで。大人ですよ。年相応になれるように頑張ります。ね、そう、44早いんや、人よりも。結構誕生日がね。そうなんですよ。自分の意見スパッと言える。嘘、言ってないよそんな。本当に？なんか、そうかいね。今日プンプンしてますか？してません。ありがとう。毎日そう怒っとるみたいなね。本当にありがとうございます。優しくな、もう優しく生きたいですね本当に。
とろける笑顔が好き、嬉しい。なんかとろける笑顔って表現かわいい。とろける笑顔。すごい、3期生受けましたって人がいる。初見さんありがとうございます。3期生受けました、頑張って、待ってるね。ありがとう。3期生ね、オーディションね。ありがとうございます。初見さん、中村舞です。頑張って、あの情熱で。何したら受かる、いやもう分かんないですよ、全てそのタイミングもありますしね、分かんないですよ。けどあ、そう、パッションマジで大事だと思う。本当に何でなりたいかっていうか、そのどうしてもなりたいっていうその気持ちを伝えたら熱意を伝えたら、伝えることですね。頑張ってね。マイケルパッション出してたよ、もうあのギラ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 してた。でもタイミングと運もあると思うんだ、この世の中いろんなこと、オーディションだけじゃなくて本当にいろんなことで、なんでうん、あるよ。諦めない方、そうですね、諦めない。マイケルは正確に STU のじゃ、あ、そう、オーディション STU じゃないね、確かに。ドラフトだから。48グループだね。なんかその時のパッションが今もなんかって言われたらなんか難しいよ。そうじゃないね。なんか、その時のパッションの種類が、ベクトルが違うかも。なんかオーディションはなんか結構、負けたくない、誰にも勝ち抜くぞって感じだったし、自分がすごいもうなりたいんだみたいな感じだったけど、やっぱグループに入ったらグループですからね。なんかその時のパッションとは違うパッションって感じですけどね、うん、入った当時は結構まだバチバチしてた時がめっちゃあったけど今はなんかバチバチではないかもね。そのバチバチも必要でしたよ、今の私になるために。
おきちゃんの印象覚えてますか？おきちゃんの印象、覚えてない。おきちゃんの印象でしょ？一番最初はあんま覚えてないかも。気づいたらなんかよくいた。最初の最初ってなんか話しかけてくれたんやけどね。スルーしたん？いや、なんか答えたんよ、なんかうなずいたんよ多分、うんみたいな、うんうんみたいな言ったら、なんかおきちゃんはスルーされたと思ったらしくて、なんかね、そう、そこですれ違いが起きてた。そのそれでもオーディション中よ、オーディション中の時で、まだ STU 入るとか決まってない時で、そう、なんか私がすごい人見知りしすぎてリアクションがめっちゃ薄かったらしくて、なんか話しかけてくれたんですけど、もう私のイメージボロボロやん。なんてことなの？困りますね。バチバチ？いや全然。あのオーディション中はそんなんじゃなかったね。グループも違ったしね。のなんか。グループみたいなのに分けられとったんだけど、おきちゃんとは違うグループだったんで、そんなに話したこともなかった。 STU 入ってからよ。でも STU 入ってからの写真を見返したら、割とすぐに一緒にお花見に行ってたんですよ。ってことは結構仲良くなるのは早かったはずなんですよね。すぐお花見行ってたんだよ一緒に。春頃に入ったんですけど、フラワーフェスティバル？フラワーフェスティバルじゃないけど、5月だね、フラワーフェスティバルって。もうおきちゃんとお花見何回か行った。普通に昼行った時もあるし、夜桜見に行った時もあるし。まあ同級生、そう、おきちゃん同級生。遠出はない？遠出ないね。遠出あるっけ？あ、一緒に愛媛行ったことあります、プライベートで。なんで行ったんやっけな、なんで行ったか覚えてないんやけど、一緒にプライベートで愛媛行ったんですよ。うちの実家とかじゃないですよ。なんか本当に道後の方に行って、愛媛の松山の方に行って、そこまでどうやって行ったかとか覚えてないけど、なんで行ったんだっけな、なんか行こうってなったんだったっけな、覚えてないな。温泉行って、そう、バリーさん、おきちゃんバリーさん好きなんですよね。まあ、でもバリーさん今バリ氏なんでね。
プライベートあまり一緒に、いや行動するよ。だって今日も一緒にご飯食べ行ったし。お決まりでもね、一個言いたいことがすごいあるんですよ、お決まりで。もうすごい言いたいことある。これ言っていいのかな、言っちゃダメかな。めっちゃ言いたいんだよね、お決まり関係で。すごい、もうすっごい言いたい。言いたいんだけど、まあ、ちょっと今言っていいのか分かんない。いつ起きちゃう、今ショールームやってないですか、やってないかな。言った方がいいよ。いやさ、どっかでは言おうと思ってるんだけど、今言っていいかなみたいな。言ってない、言っていいのかな。ちょっと MC ネタに取ってこい。そう、これね、私 MC で話したいなと思ってたんですけど、もうなんか我慢できなくって。もう話したい。でも沖ちゃんといろいろあったんですよ、ここ数日で。ここ数日でいろいろあったんですよ、実は。ちょっとみんなには言ってなかったですけど、まあいろいろあってですね。まあね、本当にね、もうね大変でしたね。大変でいろいろあって、ここ数日、そう、ここ数日の話なんですよね。本当にあの沖縄らへん、沖縄行ったあと、うん、そう、その辺。冷戦始まりません。始まらないですけども、片付い、それがね、片付いてもないんですよね、この話は。まだまだこれ現在進行形の話なので、ちょっとね、いろいろあったんですよ。もうちょっとこれは今ね、ちょっと今度 MC で言いたいっていう話よね。そう、現在進行形で。そうなんです。第二次冷戦、いやもう第二次とかじゃないよね、もう喧嘩についてだったらもう第何次なんですかね。もう相当喧嘩してますからね。違いますよ、あのそんな今日ご飯行ったって言ってるくらいですからね。ゆきちゃんとはね、相当喧嘩はしてきましたからね。もう覚えてないぐらい多いよ、すごいたくさん。もう覚えてない、本当に何で喧嘩しとったかとか覚えてないんですけど、いろんなことで喧嘩した。
でもおきちゃんマイキューのこと好きだと思うよ。姉妹感えぐい。え、どっちが妹でどっちが姉なの？どっちが妹？原因はどっちが多い？いや、これはおきちゃんが話したら原因が私になるし、私が話したらおきちゃんが原因になるから。これはどっちも原因。本当に、どっちもどっちだと思うな。私が妹だって。マジか。でも年的には私の方がお姉ちゃんですけどね。いや、皆さん、そうやって見えてるだけで、実はプライベート私の方がお姉ちゃんっぽいかもしれないじゃないですか。ああ、でも違う。確かに妹気質なんかな。ソラハがお姉ちゃん。いや、それな、それなすぎるわ。ソラハが一番お姉ちゃんだわ。一番お姉ちゃんすぎて。オキちゃんは甘えてそう。オキちゃんなんかすごいね、その時によるかもしれない。もう、 うわー、かまってかまってみたいな時もあるし、そうじゃない時もすごい。その時による。お姉ちゃんぽかったら新幹線で寝過ごしたりしないよ。だってごめんなさい、私は妹です。新幹線をね、過ごしました。起こしてください。その度は誠に申し訳ございませんでした。新幹線ネタ、いや、なんかこれをね、ユミリンさんに言われると一番ね、ぐさっとくるんですよね。なんかユミリンさんがたまに言ってくるんですけど、ユミリンさんに言われるとやっぱぐさってきますね。なんかそうですね、新幹線大好きじゃないですか。で、ユミリンさんたまに言ってくる、ぐさっとくる。ありがとうございます。なんかちょっと心にぐさっとくる。あ、みたいな。あ、すいませんってなる。なんかユミリーさんの、何だったっけな、お父さんお母さんわかんない、がこの話が大好きみたいな。なんかこの話が好きらしい。私が寝過ごした話が好きらしい。どういうことなんでしょう。ありがとうございます。
で新幹線で、でもなんか今までそんなことがなかったんですよ。でなんかそれ以降私が寝てる時にあの着く前にこう起こしてくれたメンバーにすごいありがたみを感じるようになって、もうよりよりありがたみを感じるようになって、その寝過ごした時の次の新幹線に乗った時にみちゅさんが起こしてくれたんですよね。みちゅさんありがとうございます、私を新幹線で起こしてくれてありがとうございますみたいな、もう本当にもうありがたみが増して増し増し、もうあんなことがあったから私はもうすいませんありがとうございますって感じで、さすみちゅ、さすみちゅ神でした。お風呂から配信してる、よくわかったね。そう、お風呂から配信してます。新幹線では寝ちゃうね。なんかね、今日も乗ったんですけど、そうですね。そうですね。朝早かった。言い訳するんですけど朝早かった、4時間かかるんですけど、まあ、3時間半ぐらいは寝ましたね。眠くなる。でも聞いてください、ポケモン GO を始めてからですね、新幹線の中でポケモン GO をまあしてみようってことになって、でもこう新幹線早すぎてポケモンはまあ捕まえられないんですよ。だから新幹線の駅に着いた瞬間にポケモン GO を開いているかなポケモンみたいな、その駅にポケモンいるかなっていうのを頑張ってます。駅についてちょっと開けてみる。じゃあ収集癖が。新幹線の速さはね、そう、なんか運転手じゃありませんかって出てきます。運転手じゃないよ危ないんでね、運転しながらはもうありえないスピードで移動するんで、速いよね新幹線。どこで撮ったとか残る。うん、広島県〇〇で撮ったみたいな。療養中から始めたんでね、元気になって始めたんで、12月入って始めたんですよそう、だいたい12月ぐらいに回復はして、徐々に。
そうなんです。で、今何時ですか？私はこう時間がさ全くないから分からん。サニーゴ捕まえた。サニーゴ捕まえたよ。サニーゴ沖縄で捕まえた。なんか沖縄のポケモンなんかな。なんか海系が多いらしい。2243。何時からしたっけ？9時半か。43分らしい。あ、1時間経っとるね。何時までするの？いや、全くそれが決めてなくって、そうなんや。お疲れ、ありがとう。え、明日夜配信できるんかな。え、できん。これはできん説あるよね。アフタートークあるもんね。FNSO できないね。朝、え、明日何時なんじゃろうね。ちょっと分からん。だから、ね、この今配信しようってなんか LINE がいっぱい来てたんで、多分明日の予定がもう来てるんだろう。朝できたらするわ。チケット使えば。もうチケットがないんです。ないんでございますよ。なんかね、終わりません。まだ戻らない。そう、復活しないの。言ったんだけどね。もう一回言った。あれって。使い果たしました。9日？今日？毎日アイドル？キュー。なんで？じらされてる。チケット返そうかなって。チケットっていうか毎日アイドル。うえー、まあもう戻ってこんかったら戻ってこんかった時や。チケットどうしたらもらえる？なんかね、毎日アイドルしとる人が1ヶ月に1枚もらえる。毎日アイドル10日以上してる人かなが1ヶ月間に1枚もらえるって感じなんです。でも全部そう、何枚も貯めることはできなくて、確か上限、持てる上限みたいな枚数があって、2ヶ月に1枚ぐらいのペースでもらってた。私はだからまだ毎日アイドルのチケットはもらえない。9日だから10日以上してないとみたいな感じなんですね。毎日アイドルってメリット何なの？分からん、分からんけど、なんかさ、もう500何日続いとったんよね。なんかさ、ちょっとだけショック。ちょっともうなんかあんま気にしてなかったんだけど、でも500何日って1年以上なんじゃなとか思っとったら、ちょっとだけショックだな。ちょっとショックやと思った。
千日記念、千日は難しいね、なかなか。千日すごいね、千日続けてるメンバーすごいと思うもん。ありがとう。いやそうだよ、できる時にしようっていうスタンスなんじゃけどね。もうなんかね、もうなんかなんやろ、ルーティンみたいになっちゃって、マジでショールームとの付き合いは長いんですよもう何年って感じ、うん、長いんです。毎日マイキュー見てる、イエーイ毎日マイキュー、どうもありがとう。オーディションの時もやってたしな、やってた。私さ、ドラフトのオーディションの時さ、なんか休日、あ、なんか時間決まってたんですよ。5時からみたいな、夕方5時から10時までとか、なんか決まってたんですよ。何時間しか配信できないみたいな。できる時間全部しようって思ってさ、休日はさ、もっと長くできるんよね。休日ショールーム多分10時間ぐらいやったことがあってさ、今考えたら10時間も何を配信するんじゃと思うんやけどなんかさ、そのなんかオーディションの時めっちゃ配信したことある。ありがとう。高校生、そう高校生やったオーディションの時は。7限が終わってすぐ帰るかしよったかな。7弦6弦7弦10時間何してた、本当に多分5時間ぐらいはクッキー焼いてました焼きすぎやろ。学校終わりの夕方、7限あったな、7限あった、7限か6限だった授業が、いつももう高校3年生の時は毎日7限あったかも。でもなんかね、私受験しなかったんで、なんかセミナーみたいな感じだったんですよ、7限目は。なんでちょっと帰ってましたちょショルムするんでとかって言ってすいません、これが私の受験なんすよみたいな、ちょっとそう7限目帰ったりしてましたね。間違ってない、間違ってないよ、そうよ、そう いいよ、ありがとTU 大学、大学ではないですけど大学の年なんでね、入ったのが。先生なんて、もう先生も優しかったよ、もう、頑張ってください中村さんってもうなんかあのすごいね、優しかったです。もうあの引き止めもなかったですね、はい、あんまり
まあ、塾の先生にはめっちゃ引き止められましたね。塾の先生はなんか大学は人生の夏休みだって言ってなんかすごい絶対に行った方がいいよみたいな。そうなの夏休みじゃでも忙しいんじゃないんかな。どうなんやろ。夏休みやめてほしい、バイ教員って。あ、教員の人が見てるのすごい。もうあちょっと私の学校のエピソードはあんま言えませんね。あんまりちょっと確かにそうですね、人によりますよね。教授なのかな、ちょっとひえ大学行きたい、あの学食食べに行きたい。あの学食とか憧れるよね。なんかお姉ちゃんの大学に一回学食食べに行ったんだけどね、めっちゃ美味しかった。安いのに美味しいっていう。学食だけ食べに行きたい。いいよね学食。お姉ちゃんについてって一回だけ行ったことあるの。え、そう、安いのに多い学食行きたいです。学食行けるよ。え、でもなんか一人で行く勇気はないかも、わかんないしね。サークル何に入りたい？帰宅サークルどうやっていかにどうやって近道をしながら帰宅するのかっていうサークル。帰宅サークル、そのようなサークルはありますか？本気の帰宅。北さん、ワイも入ってたよってそうなの？アルバイトもできる。アルバイトね、アルバイトね、私ガソリン入れたいんですよね。ガソリンスタンドがいいな。オレ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 、はい、OK です。レギュラーですか？窓拭きます。入れたことない、でも車も持ってないし運転もしないから入れたことないんだけど、廃屋で。え、なんか種類あるよね、3種類ぐらい。何が違うかようわからん。廃屋って何なんかね。
職員さんありがとうございます。中村舞セルフ、セルフ入れた、セルフで入れる係になる、勝手にセルフ。経由、経由ってなんなんかね。セルフにあの知らん人立っとるみたいなね。セルフじゃないけど確かに。やりたい。私洗車とか大好き。洗車、中にいる方。なんか家の車とか洗車するとき絶対に中にいた。なんかさ、ガソリンスタンドってワクワクするよね。しない？あとうちのお姉ちゃんガソリンスタンドのなんかあの匂いが好きらしい。なんかお姉ちゃんガソリンスタンドに行ったら窓を開けてね、いい匂いじゃーって言いよった。たまにいるね、なんか好きらしい。アネキューの匂いフェチも結構独特なんですよ。なんか独特、アネキューの匂いフェチもなんかね、例えばなんかうちのおじいちゃん、なんかおじいちゃんの香りが好きみたいになってて、なんかおじいちゃんの香りが好きらしい。うちのお姉ちゃん。なんかなんやろう、なんかちょっと渋めの香りが好きなんかな。あとなんかおじいちゃん家の家の匂いとかも好きらしい。いいね、ありがとうございます。なんかうちのおじいちゃんいい匂いするよねみたいな言おった。うん、お姉ちゃん結構独特じゃない？お線香、あ、でも私お線香っていうかそういうお香系は好きかも。線香も好きかも。なんか落ち着く。ありがとう。どんな香り好き？おしぼりとか好き？あの布タイプのおしぼり、布布っていうかなんかのよくあるタイプの、あったかいやつがいい。おしぼりは他のやつが好き。なんかさ、めっちゃ星になっとる。なんでなんじゃろ。なんでなんやろ。おしぼり、星ワードだ。ありがとうございます。ち独特。タオルもダメ。みんなが星ワード書いてる。 NG ワード。
試しよるみんなが。なんでダメなんじゃろうね、ほんと分からん。タオルもダメ、ガソリンもダメらしいよ。みんな言う、じゃあ欲しい。私のショールームで試してるでしょ。今あれ荒れてる。動体視力切なすぎる。動体視力おいや、ありがとうございます。声が、やばい、意外が、私の声意外がですか。中村舞謎ソング、謎ソングじゃないよ。鼻歌テイク、ファーストテイクならぬ鼻歌テイクやりましょう。私がふんふん歌いますよ。イントロドン、私でもイントロドン前やってたよね、ふんふん言いながら。STU の曲でやってた気がするんじゃけど、やってたよね。難しかったっけな。難問、なんか一個やってみよう。 STU の曲にしよう。うん、そうだな。これ簡単じゃん。ああ、すごい。まあこれは確かにサビと一緒やもんね。船降り、船から降りた僕たちは。喉やば。アレンジすごい。全然アレンジしてないよ。一個もノーアレンジなんだけど。してないしてない。ちょっと待って。じゃあちょっとね。STU の曲いっぱいあるんじゃけどね。何がいいかな。そうだな。すぐわかる、これわかりやすいよね。あ、来ます。やったことあるかもこれ。
はい、終わり。ありがとう、ありがとう。やったことある。あ、これ正解出てるし。岬への坂道を、はいはい、どれだけ一緒に歩いたか。瀬戸内の妹でした。いや本当こんな感じですよ。あの聞いてみてください。違う？一緒よ。むずい。正解聞いてもわからんわ、悲しい。なんでや。あ、そう、イントロです。アウトロドンにしようか。ちょっとね、スティーの曲を思い浮かべても割と頭サビから入ることがやつ多いんですよね、意外と。うん。ケインさんありがとうございます。中村舞です。アウトロ難しそう。中トロ、中トロ、大トロ。ちょっと私の中トロ大トロで思い出した、最近の味覚の変化がありましてですね、お寿司で中トロ大トロとか、私もなんかトロの部分がめっちゃくちゃ好きだったんですけど、最近なんでかわかんないんですけど、なんかちょっともたれるようになってきて、すごい白身魚とかを求める傾向になったんですね。すごいなんかこう大人になったのかな。なんかいや、もちろん好きなんですよ、中トロ大トロ大好きなんですけど、まあ1貫や2貫でいいかなみたいな、もうちょっとでいいかなみたいな。しかも最初の方に食べないと、最後の方に食べたらもう脂が結構くるから、このあっさりめのお寿司にすごい惹かれるようになって。しかももうめっちゃわさびつける。ちょっとね、脂がね早いって言われる。私の最近のお寿司食べてて気づいたんですよ、なんか最近の味覚の変化で。だからなんかタイのお寿司とかもめっちゃ好き。なんかこうあっさりめのお寿司とかすごい好きです。マグロも赤身が美味しいな。結構あの赤、脂があんま乗ってない、あっさりした赤身の部分もうめっちゃ好むかも。ブリとかは大好き、ハマチも。お肉はねあんま食べてないな最近。いや食べてるんだけど、めっちゃ食べてるかって言われたら、なんかステーキとか全然食べてないな。なんかお肉、肉しいお肉はあんま食べてないかも。でもね、心の中ではすごいホルモンとかめっちゃ食べたいんですよ。けど多分あんまり食べられない。カルビとかは、え、ちょっと私ね、カルビとかなんかわかんないんですよ、どれがカルビなのか。食べてわかりますか、カルビって、これはカルビだなとかわかる。なんか牛肉か鶏肉か豚肉の違いは大抵わかるんですけど、その部位の違いがあんまわからん。
はわかるわ。ハラミとかカルビとかの区別があんま、ロースとかわからんわからん。なんなんやろ。わからん。普段どんなお肉食べてる？豚肉？鶏肉？なんか牛肉はちょっとお高いですよね。お腹すいた。カレーのお肉は何？家で作るんだったら絶対に豚肉なんですけど、チキンカレー好きです。うん、うん、牛肉じゃない。牛肉なの？みんな家のカレー何派なの？豚肉？ビーフ？ビーフって牛よね。豚肉、豚肉派の人多い。チキンの人もいる。でも豚肉派の人多くない？牛肉派の人もいる。え、これ地域で違うの？そうなの？シーフード？あ、ちょっと待って、そりゃちょっとノーマークだった。シーフードね、いいね、シーフード。うちのおばあちゃんはシーフードでしたね。おばあちゃんが作るカレーはシーフードだった。なんかじゃこ天とか入ってたカレーに。なんかじゃこ天入れたらシーフードになるんよカレーが。そう、まあ、じゃこ天魚のすり身ですからね。カレーにチーズはあり？あり、だけど入れんかも。ワンちゃんお肉なくてもいいかも。カレーに、家で作るカレーにお肉入ってなくてもいいかも。人参と玉ねぎが入っとけば私いいな。玉ねぎだけでもいい。ワンちゃんも納豆いいね。生卵もいいよ。じゃがいも？いや、私ね、じゃがいもは別に入ってなくていいんですよね。じゃがいもはね、あんまり入ってなくていいかも。って言われる。いやね、じゃがいもってなんか特殊ですよね。なんかあの人じゃがいも、なんか芋って何みたいな。芋ってさ、なんかなんなんみたいな感じで、なんかあの何ですかね、野菜なんみたいな。 あんた野菜の仲間なん、ご飯の仲間なん、どっちなんみたいな。でんぷん、え、そうなんや。え、なんかそのことを考えよったら、なんか私じゃがいもご飯派だと思ってるんですよ。その炭水化物、そうだから野菜てかあのご飯の仲間だと思ってるんで。根菜
マックのポテト好きやん。え、好きなんや。あのね、質量感じんじゃがいもがめっちゃ好きなんや。ポテチとか大好き。質量あんま感じんじゃん。こう薄いしさ、罪悪感もまあ、まあるんですけどないんですよ。あもうゼロカロリーなんか質量ないな、食べ物全般なんですけど質量ないもの結構好きなんですよね。ポテチは大好き。カリカリに揚がったポテトも好き。わたあめ、え、大好き。なんかそういうさ、食べてもさ、体重計に乗りながら食べても増えないじゃん絶対。でもさ、なんか重いもん食べたら絶対増えるじゃん。あの多分今後この先何日かここに体重は増えるんだろうけど、あのその日が軽ければいいやみたいな。質量ないものが好き。じゃがいもほろほろ、いやじゃがいも好きですよ。ただ君は野菜なんだい、炭水化物なんだい、どっちなんだいって気持ちになります。どっちなんだい？パワー思いませんか？マイキューらしい。必要なければピザ野菜だよって。ピザ食べたい。私なんかコロナになった時にね、食べたいものリストめっちゃ作ってたんですよ。もう食べたいものがいっぱいやりすぎて、もうメモにこれ食べたいこれ食べたいってもうわーって書いてたんですけど、いざ復帰 してもそんなに食べてない。重たい。何が一番食べたかったか、ラーメンかな。ハンバーガー、え、なんかやってるよね、グラコロ、グラコロだっけ、マックやってるよね。食べてない。私ね、あんまりハンバーガー食べんくってさ、たまに食べるくらいかも。でもショールームで月見バーガーは食べた。サイドメニューが好きなんよね。ナゲット、沖縄で、え、ちょっとさ、私沖縄でね、唯一一個だけ食べた沖縄の料理があって、あのそれも療養中に食べたんですけど、ポーク卵っていう、なんか、まあ、略してポータマっていう、なんか、あ、なんだろう、スパムおにぎりみたいな感じの沖縄のなんか名物がある。ポータマっていう、なんか
おにぎりなのかな、なんかね卵とあとなんかスパムが入ってて、そうでもねその療養中だったので味が全く分かんなくって、そうなんかもう一回リベンジしたいこれはリベンジしたい、そうなんよ味が分からんくってね、質量は結構ありましたね。そうするとちょっと平たいやつ、こんなおにぎり、おにぎらずみたいなおにぎり、あれはねもう一回食べてみたいですね。結構大きい、なんかもうこれくらい分からんと思うけどこれくらい、こんな、ありがとう、あそれはあお店によるのか、私が食べたやつはこう結構大きめ、平たい大きめだった。海苔が巻いてある。海苔？海苔。ちょっとリベンジ、それはしたいね。あとは沖縄そば。もうすぐ2時間、嘘、ちょっと待って確認しよう、てかね多分もうすぐね充電がね 20% なくなるんよ、 20% ですよって出そうもう充電が消えます、そろそろ、じゃあちょっとねご飯も食べます。やっぱやめとこうかな、うん、悩むこの時間明日ね、明日見てください、ぜひ。なんかすごいソフトクリームみたいな、ありがとうございます確かにむくみ取れるか、夜だから軽く食べます、乾杯、ありがとう。なんかさ、ご飯食べたら絶対に食後になんかカフェインっていうかコーヒーかカフェラテか飲まないと気が済まなくてさ、飲んだらさ目がめっちゃ冴える、でもなんかね絶対になんか食後になんと気が済まん、なんかそれまでが夕食って感じがする全く同じえ、なんなんやろね、あの現象、本当になんでこう食後にコーヒーとかって飲みたくなるんでしょうね、コーヒーっていうかまあコーヒーブラックじゃないですけど、今日あのコンビニに行ったらカフェラテの機械がちょっと壊れてて、コーヒーの機械はやってたんですよ。であのコンビニ行ってそのお昼ご飯の後に私コーヒー買ったんですよね。でコンビニ出て、そしたらおきちゃんがあれみたいな、私カフェラテ飲もうと思ったんやけど機械壊れてできんかったよねみたいな言ってきて、
え、そうよって言って、私これコーヒーやけんねって言ったんやけどさ、みたいな、私がそのシロップとミルク入れすぎてもうカフェラテをカフェラテみたいな色になってたから、みたいな、それコーヒーなみたいな、そうカフェラテ自家栽培色が変わるまで入れます。そう自作でできます、皆さんコーヒーはカフェラテにできますフフフ激甘が美味しい。いっぱい入れましょう。ガムシロップ、うん、0キロカロリーのガムシロップとかあるよ最近。0キロカロリーだね0キロカロリーで飲めちゃう今度で配信をそろそろ終わろうと思うんですよ。サミチーかわいい、サミチーって言われた、かわいい。あとあと FNSはい、ぜひ見てください。明日夜です残り 20% が出たちょっと待って、止まった、動いてますか。うーん動いてる、肩の運動。もざった、嘘。最後の最後にもざらないで。調子じゃないのにありがとう。でもね、割と元気になってきたよ。ありがとうね。電状予防。ちょっと待って。ね、トールさん、まさきさん、かきひろさん、とうけんたろうくんさん、まゆたみさん、きなぺこさん、くまねパパさん、うまちゃんさん、おいでませ元気さん、りょんきゅうさん、ゆずきちさん、ぱおさん、あさかさん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、おやすみなさいませ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 。長時間ありがとうございました。今日って何曜日だったんですか？ちょっと曜日感覚がなくてマジで何曜日なんかが分からん。今日火曜日やったんか。みんな火曜日お疲れ様。あと何日か寝たらお正月。あ、明日朝起きれたらやります。起きれなかったらやらないです。起きれたらやります、いだはい、ということで
多分夜配信できないので朝です。多分めっちゃ早くはやらないです。はい、じゃあね、おやすみ。配信を見てくださった皆さんありがとうございました。おやすみなさい。またね、おやすみ、ラブ、バイバイ、またねラブユー。5時ですね、了解ですおやすみ、またね、明日、じゃあね、3、2